はーい、旅です。というわけで今回は、北海道移住のメリットをお話ししていきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いします。まずですね、私は北海道移住して、もう20年以上、1999年の夏に来ましたんで、23年になるのかな。その私がですね、今まで感じた北海道移住することによるメリットを、お話ししていきたいと思います。まずですね、メリット1、毎日が北海道旅行ですね。これはもう本当に20年以上、移住して経ちますが、今でも、北海道旅行気分が毎日抜けませんね。本当に北海道の大自然を満喫できますね。休みの日はもちろんですね、仕事の日も、いやー本当にどっかね、車でちょっとでも走っていったら本当に日本離れしたですね、スケール感が違う景色風景が見られるんですね。これは本当に最高だと思います。大概、北海道移住される方は、最初に旅行されてから来るんじゃないかと思いますが、その旅行の時に見た景色が結構感動されて良かったから、そのまま移住されるんじゃないかなと思いますがね。いやー本当に移住して何年も経ちますが、これは今でも毎日が北海道旅行です。メリットその2、雪質が最高ですね。これはウィンタースポーツ、スキー、スノーボード特にやられる方は、雪質がいいとですね、本当に滑るのが爽快、うまく感じるっていうかね、それもありますが、本州なら、標高やっぱ1000メートル以上ですかねのスキー場に行けば、結構雪質がいいかなと思いますが、私も結構、長野県の志賀高原ですね、横手山スキー場とかも結構滑りに行きましたんで、いやあそこも本当に雪質がいいなと思いましたが、北海道に来たら本当どこでも雪質が最高なんで、いやーまだ北海道で滑ったことない方、本州の方、ぜひもう一度滑ってみてほしいですね。でスキーシーズンが長いのと、その雪質が最高の時期も長いので、本当にいい雪質でベストなコンディションで、スキー・スノーボードを楽しめと思います。3、都会の人混みから逃れられる。これはですね、もちろんもうご想像の通りなんですが、本州ですね、特に大都会に、住まわれている方は、もう人が多くて、あとね、車乗るんでしたら車も多いと思いますんで、それがですね、北海道では本当に逃れられて最高ですね。車の運転、今話しましたが、本州だと本当に渋滞ばっかりで、車が進まないっていうのが当たり前だと思いますが、北海道は札幌の、街中時間帯によって以外はほぼ渋滞はないと思いますね。もうこれは本当に運転しててストレスフリーだなと思います。そして運転好きの方、ドライブ、大好きで旅行する方にとっては本当に最高の場所ですね。メリット4、住んでる人の良さを感じられる。これは最初ですね、私は富良野の、農協の農作業ヘルパーで来ましたんで、その時にやってた、農家周りですね、農家周りの仕事で、農家さんと最初から触れ合う機会がありましたんで、それでもう人のおおらかさというか、
北海道の方ってあったかいなと思って、最初から、カルチャーショックを受けましたね。本当に農家さんと話をしていると親身に、話を聞いてくれたり、心配相談アドバイスもくれますんで、本当にそれは、来た最初からすごいなと思いましたね。メリット5、本州からの来た人を温かく迎えてくれますね。まあこれも本当に最初から感じましたが、北海道はまあもともと移住してきた人の集まりで、まあね、本当に知らないとこから来た人を温かく迎えてくれて、でそして話しやすいですし、身の上話も聞いてくれますね。いやー、これは本当本州から来た人、北海道の人と触れ合う機会あったらもう感じると思います。あとはね、方言というか訛りが北海道はまだそんな強くなくて、東北とかに比べるとですね、で分かりやすいっていうのがありますね。まあ本当に何年か住めばもう大体私も方言をなまらとかゴミね投げるとかってね普通に使えるようになりますんで、はい、そこはね言葉は分かりやすいと思いますね。メリット6、野菜、魚、肉ですね。本当に新鮮なものを、安く、ね、手に入れて食べることができる。いやー、これは本当にね、まあ、畑がすぐそこっていうのと、まあ、場所によってね海は遠い近いありますが、まあ、北海道に住んでれば本当に魚介類ですね、魚は本当新鮮なものがすぐ食べられると思います。もう本当に本州の何ですか、まあ、スーパー、まあ、居酒屋さんとかでね食べるものとまあ比べて結構皆さん感じると思いますが、北海道は本当にスーパーで売ってるお刺身だけでもすごい新鮮度が良くて美味しいと思います。メリット7、主要空港に近いところに住めば、東京へ早く行ける。これはですね、北海道内を移動するのは、距離があって、かなり移動時間はかかりますが、飛行機に乗ってしまえば、特に羽田便は、主要空港から、1時間半ぐらいあれば行けますんで、その点ではですね東京が近いと思いますね。まあ、北海道の空港といえば、まあ、新千歳空港がありまして、あとは函館、旭川、稚内、女満別、紋別、中標別、釧路、帯広かなありますが、主要空港ですね。特にやっぱ羽田便はね、一日何便もある空港が多いので、便利に快適に、東京関東ですね行けると思いますね。あとまあ千歳空港からでしたら、名古屋、関西大阪方面も結構便数はあると思いますんで、便利に移動できると思います。まあね、年に何回かまあ関東東京方面、都会へ行く時も、そういうことで、便利で快適に移動できると思います。メリット8、夏のカラッとした暑さ、気候の話ですが、まず夏はですね、まあ暑いのは暑いです。気温は特にですね、まあ、旭川、帯広、北見といった内陸の都市は、軒並み30度以上、日によっては35とか行く日もありますが、もう湿度が、低いので本当にカラッとした暑さで、日陰に行けば涼しさは感じられると思います。もうそれがですね本当に快適で最高ですね。もう本州の本当ジメジメとした暑さ、
あれに比べてしまえば最高の一言です。メリット9ですね。冬は寒すぎるがほとんど外にはいない、そして室内で快適っていうことですね。北海道の方特に、まあ、家室内はですねかなり、気温温度を設定高くして、快適に過ごしています。そして移動ですね、ほぼ車で、で移動する前に暖気してですね、あったかい車内でずっと移動できます。ほんとドア2ドアですね。家のドアを出てから目的地のドアの前までほぼ車で行けるので、その点はすごい楽で快適だと思います。メリット10、これは食べ物の話ですが、冬場ラーメンなどあったかいものが身に染みてうまいということですね。温泉、露天風呂、ほんと冬場景色風景が最高です。ほんとこれはですね、このあったかさが、身に染みて感じます。まあ特にほんと春夏秋冬四季のね、違い移ろいをね本当に、感じることができる島、大陸、それが北海道ですね。海と山、本当に全てが最高でーす。それでは北海道移住のメリットの話は今回はこの辺で、それではまた次回の動画でお会いしましょう。旅でした。またー。ちゃんちゃかんちゃーん。旅、旅、旅チャンネル、いてくれてありがとう。じゃーん。